コロナド国有記念物は、アリゾナ州、コチセグンシエラビスタ近くにあり、コンキスタドールのフランシスコ・バスケース・デコロナドによる、アメリカ南西部で最初の組織化された遠征隊を記念している。国際自然保護連合のカテゴリー V に指定されており、北緯31度20分54秒、整形110度16分18秒。 北緯31.34833度整形110.27167度31.34833-110.27167に位置する。面積は4750.22エーカーで1952年11月5日に開設された。年間の訪問者数は2005年で86,618名。国立公園局の管轄。 アメリカ合衆国とメキシコの国境上に位置しており、両国のつながりを裏付けている。公式な見解によると、当初は同エリアでのコロナドの1540年の遠征を価値のあるものとして見ることで、合衆国とメキシコの間の親善と連携の印として意図された。1941年8月18日、同エリアにメキシコにも、 同程度の隣接したエリアが創設されることを希望しつつ、当地は最初にコロナド国際記念物として設計された。この処置は合衆国とカナダの間にあるウォータートングレーシャー、国際平和自然公園と類似しているだろう。しかし、メキシコ政府の興味にもかかわらず、メキシコのエリアの記念物は創設されることはなかったので、 議会は公認の指定を1952年7月9日に国定記念建造物に変更した。記念物は同年の11月5日、ハリー・エストルーマン大統領によって創立された。すべての歴史的なエリアが国立公園局によって管理され、この国有記念物は1966年10月15日、国家歴史登録罪に名を連ねた。ありがとうございます。